ヘキガワカは昭和37年1月14日は日本の看護婦、婦人運動家。二番目の夫はジャーナリストの壁キガワキ男。詩人、ミキロフ映画カメラマン青井川道夫は実施。ロフは同様、赤トンボを作り、型の碑文に赤トンボの母と書いた。鳥取藩士、和田国之助の娘として生まれた。晩週達の半分業ミキュ家の息子フシ次郎との間に二次を。 儲けるが離婚する。東京帝大の看護婦の草分けとなる。壁画は聞く男と知り合い、東大在職7年の後、明治36年に北海道小樽で再婚した。熱心なクリスチャンで、昭和37年には、婦人参政権獲得運動を志し、議会運動に立って、昭和37年1月14日92歳で、他界した。百九十五年。 離婚して、自立のために、文京区本郷にある、帝国大学附属看護不養聖所に入所した。6期生で、定員は40名。同級生は、上級武士の娘などが多かった。当時の外科病棟は1等室が1人部屋で6床、2等室は4人部屋で16床、3等室は12人部屋で48床。教授陣は、エルビンフォンベルツユリウス・スクリバなど充実し、 解剖もあった。幼児を育てるのに苦労があった。在学中、エビナ団状により受選した。2年後優秀な成績で卒業し、内科学の三浦金之助の直接看護婦を務めた。当時は富裕層の家庭へ、訪問看護もあり、三浦教授から習ったドイツ式のマッサージが役に立った。北海道から東京に帰っても訪問看護があったが、両亭、不器用。 三菱の岩崎邸、小賀邸、細川森立の細川公爵邸などにも行った。1913年、1915年の記載に訪問看護で生活を支えるとある。1870年説、1872年説もあると書かれているが文献を引用していない、墨秋住、2012、593は1869年としている 各秋、2013、746から762、各秋、2012、12泉、2012、593は1869年としている泉、2012、593各秋、2012、80各秋、2012、87各秋、2012、94各秋、2012、165泉、2012、 593ありがとうございます。